国道四百三号伏の峠より西側入口伏の峠西側付近ステレオグラム新越トレイルは長野県飯山市にある長野県と新潟県の県境に続く関田山脈にあるロングトレイルである長野県より認証された特定非営利活動法人新越トレイルクラブ一月十六日発足が主体となって管理しておりトレイルの整備維持や 森林整備、環境教育などの運用が行われている。アメリカ自然保護の父と呼ばれるジョン・ミューアの理念を尊重し、石田山無薬トレッキング検証による目的遂行のための8項目を掲げ、生態系の維持や理解することを目的とする。新越トレイルは標高1000メートル前後の山道オーブ名林を通って景観や自然、歴史などを楽しみ学べるフィールドである。 毎年6月から11月の春から秋にかけた時期にトレッキングツアーを開催している。関田山脈のロングトレイルは全長 80km あり、コースガイドによると全体を6セクションに区切りをのののコースをおよそ1日ずつ走破する形式である。1セクション走行距離 10km 前後、1セクションあたりの踏破におよそ6時間を参考タイムとして挙げている。 ロングトレール踏破には数日を要するが、各々のセクションでは宿泊施設が紹介されており、ホテル、旅館、ペンション、民宿など様々な形態の宿泊施設利用が可能である。また、テント利用による宿泊場が各セクションに用意されているのでテントパックしながら踏破することが可能である。STG 登録ガイドを頼み、各トレッキングツアーによらずに歩くことも可能である。 新越トレイルが主体となって地元のボランティアに支えられながらロングトレイルである石田山脈の整備、維持管理が行われている。環境に配慮した活動がエコツーリズムを実践する優れた取り組みが環境省日本エコツーリズム協会により評価され数々の表彰を受けた。新越トレイルクラブとして代表理事に元飯山市長の小山国武をはじめとして 副代表理事に市村嗣夫などが参加する。高田平野から望む関田山脈。ありがとうございます。